クライアントさんの事例がいくつか数多くあるんですけども、まあ、基本的にはアメブロを使ってですね、3ヶ月以内にどんな方でも新規の見込み客をブログから集客できるようになるというような成果が必ずつかめます。正直お客さんにも辛い思いしていただきます。なぜならば結果が出なければ出るまでやり続けるからなんです。実を言うと、私の場合ですね、コンサルを最初からやるつもりは冒頭なかったんですよね。実を言うとコンサルタントってめちゃめちゃ私自身大嫌いな業種だったんですよね。なぜならば前のパチンコ業界で店長をやってるパチンコ業界の時に口だけでやってくれない、何もしてくれない、何もサポートしてくれない、でお金だけもらってですね、それで結果が出たらじゃあ出たでしょというようなことばかりをしている輩が非常に多かったんです。だったら自分がその逆の立場になった、今の立場になった時に真逆のことをやろうと。ですから私のサポートというのは結果が出るまで徹底的に最後まで徹底してサポートする、これは私のコンサルとしての信条であります。おそらくなんですが、ほとんどの方が正しいやり方をやっていないから、せっかく一生懸命やっていることが無駄になってしまっているんですよね。残念ながらその集客目線でのバナー作りであったりとか、構成になってないがためにですね、せっかくお金を払って綺麗にアメブロを作り上げたにもかかわらず集客につながってないという方が非常に多いです。新規の見込み客を集めるための例えばキャッチコピーであったり、バナーのデザインであったり、それからターゲットであったりという部分の要素を全てその材料をですね、全体像として組み合わせて作っていかないと集客ができるカスタマイズデザインにはならないということです。実際に私のじゃあそのコンサルを受けてクライアントさんの事例がいくつか数多くあるんですけども、誰でも正しいやり方をすることで新規の見込み客を集めることが間違いなくできるようになります。まあ、いわゆるアメブロの集客できるアメブロのカスタマイズをうちで代行しながらですね、それを含めてあなたにアメブロ集客のサポートアドバイスをするという、誰でも正しいやり方をすることで新規の顧客を集めることができるようになるわけです。